ダイナのアルファクワッドリフト降りました。で、こっち行ってみようと思います。アルファクワッド降りて右ね。こっちのさ。ほんでさ、こっち行く人は、ここばっかり回したい人と、あれ?あと、高須に戻りたい人だけらしいですね。あれ?ここの滑り?進入禁止になっとるじゃん。つまらんなー。ここ面白かったのになぁ。いやぁ、こんな面白いところ、どんどん方針に走るね。まあ、高須ライナーつまらなくなったら、他のスキー場行くけどな。ここさ、この林道嫌いなんだ、俺。カリカリでいびつじゃん。で、ここ上中 A でしょ。で、降り切ってから、ダイナの、センターハウスまで行けないんですよ、今。あそこの緩斜面さ。繋がってないらしいんですよ。ここが進入禁止ってドラつまらんね。面白かったのに。じゃあこっちしかないじゃん。こっちめったに解放されんでさ。急斜面のとこ。ああ。いや、わからん。雪が増えたらさ、あの棒が抜かれるかもしれんけどね。雪が増えたら棒が進入OKになるかもしれんけどさ。ああ、ガリガリ。さあ、途中までラビットコースのあたりまで行ってみようか。あ、違うな。電池がないんだな。電池がないから。どうしようかな。一遍。雪質ね、こんな感じ。行くよ。こんな感じ。ガリガリバーの上に、2センチぐらいパウダー積もった感じだよね。うん。分かっていただけたでしょうか。ちょっとさ、電池がないわ。高須も取らなかんでさ、どうしようかな、充電する日もあるかな。一旦切るね。